エミール・クレペリン・エミール・クレペリンは、ドイツの医学者、精神科医、ドルパート大学、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学の教授を歴任。精神障害を遺伝学や大脳生物学といった原因からは分類はできないとして予後から分類し、1899年の彼による教科書6版は、精神病を創発性地方と創物病に分類し、 現代の精神障害の診断と統計マニュアルまで続く影響を与えることになった。クレペリンは1856年に北ドイツで誕生する。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州ノイシュトレイリッツ生まれ。1878年にビルツブルグで博士号を取得し、ミュンヘンのクリニックで農生物学者ベルンハルト・フォングッテンの下で研修医として働いたが、 皆が顕微鏡で脳を見て研究しているのに対し、クレペリンは目が悪く、皆のように観察できなかった。彼はビルヘルム・ブントの著作を熱心に読んでおり、1879年にブントがライプツヒに心理学の実験室を設けた際、クレペリンはそこで働きたいと申し入れに行き、1882年にミュンヘンを去り、ブントと共に心理学的研究に没頭する。 結婚を控えていたため金作から1883年に27歳で概論を表し、翌年、整形のために医者となる。しかし1886年にドルパート大学の精神医学の教授に任命された際には患者の経過に興味を持った。1890年にハイデルベルク大学の精神医学の教授となった。そこで彼は、 患者の病歴と退院時の状況を書き込んだカードを用意した。そしてその結果から精神障害を分類していった。論文ではなく教科書という媒体を選んで発表し、1883年から改訂し続けることになる。1859年にはハインリッヒ・ヒノイマンが精神病はそれ以上に分類できず単一であると主張したが、1850年代には ジャンピエール・ファルレとジュール・バイアルは、相当打つが、交代的に生じる、循環性の狂気が起こることを確かめていたし、1863年には、カール・カール・バウムは、墓病を提唱していた。クレペリンは、こうした先駆的な研究から分類を試みていたが、教科書の1893年の3版になって、彼のカードから分類された、双発性地方が追加された。 この創発性地方の原因は生物学的なものであるとし、その説明を加えることによって精神医学にそれを表現する体系を残したことが歴史的であるとされる。1896年のご飯では分類だけでは飽きた、ママ、ため、また原因からは分類できないため、遺伝学や大脳生物学という原因からではなく、予後から分類するという方向へ転換した。 1899年の6版は現代の精神障害の診断と統計マニュアルまで続く影響を与えることになる。クレペリンは精神科医にとっての診断の価値は将来を予見することであると述べている。精神病を神経症、精神地帯といった13のグループに対別した。そのうち2つは創発性地方と創うつ病という分類である。 これは感情に問題があるものと、そうでないものとに大きく分けたということである。予後の観察では、相鬱病は自然に回復する循環性の病気であり、クレペリンの言う相発性地方の患者は4分の1だけが回復し、残りは地方へと進んでいた。1908年、オイゲンブロイラーが、クレペリンが相発性地方と呼んだものに対して、 統合失調症の用語を提唱した。彼の作業曲線に関する研究は、後に日本の内田祐三郎による内田クレペリン精神検査の原型となった。1926年10月7日、ミュンヘンにて死去。クレペリンはハイデルベルクにて役に立つ研究者を周りに置こうとしたため、後にドイツの神経科学を担うような人物が周りにいた。自家弟子には、 現在アルツハイマー型認知症として知られる疾患を初めて報告するとともに、その病理像を探求したことで知られるアロイスアルツハイマーやレビー小体系認知症の名称の元になったフレデリック・レビーなどがいる。1923年ミュンヘン留学中の斉藤茂吉は長年憧れの対象であったクレペリンの臨床講義を聞きに行った際に握手を求めたところ、 他の東南アジアの留学生とはにこやかに握手をしたにもかかわらず、握手を拒否され、その無念の思いを歌と随筆に残した。クレペリン精神医学全六巻、ミスズ書房、1986から1994年、詳細は、ミスズ書房、ありがとうございます。